レオタード姿のウサギのバレリーナにお花紙で作ったチュチュをつけてみました。まずお花紙を3つに折ります。次にこれを屏風折りにしていきます。きれいに折るために折り目をつけておきましょう。ここまで折り目をつけたら反対側に回します。1箇所折り目がついていないところがありますので、そこの部分にも折り目をつけておきます。それを半分に屏風折りにしていきます。こうすると等間隔にきれいに折ることができます。折れたら端から1ミリほどのところをホッチキスで留めます。それから反対側の端をハサミでジグザグに切り落とします。これを広げていきます。3枚重なっていますから、反対側も広げておきましょう。一度広げたものを今度はまた平らにします。ぺちゃんこにならないようにそっと平らにしてください。そしてこの部分が180度になるように広げておきます。次にレオタード姿のウサギの型紙です。チュチュを当てたら、チュチュの大きさに合わせて型紙を作ります。これを切り取って、画用紙に重ねてホッチキスで留めます。そして線の通りに切り取っていきます。ここに色鉛筆やクレヨンを使って
顔やレオタードを描いていきます。バレリーナができたら、それを紙の上に糊で貼り付けます。シュの位置を決めて水のりで貼りましょう。これで出来上がりです。シュの部分が立体的に浮き上がったウサギのバレリーナが出来上がりました。これは型紙をコピーして何匹も作ったものです。見る方向によってチュチュの長さが変わって見えます。